箇所でやっていきましょう。はい。面取りして。面取りしたらこれをコンロでね、はい、海苔を溶かしちゃうんですよ。そうするとねっとりする。やんないと後で寒いところで剥がれちゃう。へえ。でビロッと剥がして。ちょっと指紋ついちゃいますけど、まあ、レモンはそんなに全然関係ないです。